皆さんこんにちは、山川です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ちょっと待ってください。コーヒー持ってきました。まあ、2020年のね、今年の初めに実は目標を立てたんですよ。でその目標っていうのは、50歳になる誕生日の前に YouTube チャンネルの登録者数を1000人にすること、まあ、そういう目標でした。でまあね、収益化するってことなんですけど、まあ、この度ね、50歳になる前に10日前にね、達成できましたのでご報告します。まあ、チャンネル登録していただいた方、それから、まあ、このようなね、弱小 YouTube チャンネルに商品提供とか、まあ、貸し出しいただいた企業の皆様、本当にね、ありがとうございます。まあ、なんでじゃあそんな目標を立てたのかっていう、そんなお話なんですよ。僕のね、個人的なことなんですけど、この年になってくるとね、なかなかプライベートで目標を立てて達成していくっていうのがちょっとね、最近なかったんですよね。で、まあ、あとね、年齢重ねてくると新しいことにチャレンジする機会っていうのもちょっとね、減ってきてたんですよ。で、今年がちょうど50歳っていうこともあって、まあ、年齢をね、意識したり、まあ、自分のやりたいこととかね、やってみたいことについて、まあ、限界を設けずにちょっとやってみようかと思ったわけです。まあ、そして、まあ、自分の好きなことをインプットする機会ってのはいっぱいあるんですよね。何かを吸収していくってことはいっぱいあるんですけど、まあ、その得たものっていうのを外に向けて出してみるっていう機会、アウトプットする機会っていうのが、まあ、プライベートはね、ちょっと機会がね、少ないっていうかないんですよね。ということで、まあ、次の3つの理由でね、 YouTube に挑戦してみました。新しいことにチャレンジしていきたい、そしてアウトプットしていきたい、そして何より、まあ、動画作るのは実は好きっていうことですね。まあ、チャンネル登録者数の推移なんですけども、まあ、実はね、このチャンネルって2018年の1月に作ってました。で、最初はあの猫の動画とかだったり、旅の動画とかで結構ね、なんか整理されてなかったんですよね。で、思い切って猫の動画は別のチャンネルに実は移して、今もまあやってるんですけど、このチャンネルはガジェット系に統一していこうというふうに決めてやってます。やっぱりね、最初はあの視聴者様は、登録者は伸びないんですよね。伸びないです。で、基本はね、やっぱり質の高い動画を出し続けることっていうのが、まあ、一番だというふうに思いました。で、あとはね、休眠状態だったツイッターも復活させて、まあ、情報収集とかしたりとか、あとはその動画を出すたびにちょっとシェアしてみたりとか、まあ、ツイッター用のね、あの短めの動画を作ったりとか、まあ、拡散っていうわけでもないんですけど、まあ、そういうことでツイッターでも一応アウトプットしてって、まあ、チャンネルの方を周知していくっていうとちょっと大げさですけど、まあ、そういうことをしてました。で、あとは動画のネタとしては基本的にはガジェット系は使ってるんですけど、まあ、できればね、最新ガジェットは扱いたいとは思ってるんですけど、まあ、資金的に持たないですし、まあ、あとはね、なんか新しいものばっかり追っかけてっちゃうと、なんか僕のスタイルじゃないような気がしてて、やっぱり僕なりの尺度でいいなと思ったり、ああこうなりたいなとか憧れるなみたいなところを取り上げてやるようにしてます。まあ、でもね、基本はアップル信者なので、まあ、結局そういう意味だと最新を追ってるっちゃ追ってるんですけど、まあ、アップル信者のところだけです、そこは。はい。で、あとはね、まあ、基本的に自分で買ったものも当然ありますし、あとは、企業様にね、私の方からお願いして、サンプル品なんかをお借りして動画を作るっていうことで、まあね、コストはやっぱりかかっちゃうんで、まあ、そういったコストを抑えるようなこともしてます。やっぱね、待ってるだけじゃダメで、自分からね、進んで何かを獲得しに行くっていうことは、結構重要なことかもしれないですね。動画のクオリティについてなんですけど、まあ、動画作りってね、やっぱ思ってる以上に難しいですよね。で、最初の頃は当然ね、撮影技術とか、それから編集技術っていうのは全くない状況 で、なんとなくね、作りたい理想の形だけ頭の中にあるんですよ。で、まあ、それは動画をね、アップした時は、これは最高だと思ってても、
もうね、今見返すととんでもなくひどいんですよね。やっぱり撮影もひどければ編集もひどいし、話もね、今もうまくはないですけど、話もひどいということで、まあ、ひどい感じなんですよ。まあそんな感じで、撮影してアップして反省改善、撮影してアップして、反省改善みたいな、まあ、このサイクルをね、回さないと絶対に良くなっていかないなというふうに思いました。なので、まあ動画を出せば出すほど改善されていくってことは、まあこれ大事なことですよね。あとはね、国内外の YouTuber の方たちの動画を見て、どんな構成になっているのかとか、まあ、どんなアングルで撮っているのかなとかっていうのを考えながら、まあ、動画を出すたびにね、自分なりにではあるんですけど、新しい方法を取り入れるようにはしてます。動画作りっていうのは元からすごく好きで、遡ればね、大学の頃なのでもう何年前、30年ぐらいかもしれないですけど、ビデオ撮影はしてたんですよね。家庭用のホームビデオを使って。で、なんかダビングをね、繰り返すことで、アナログ的に多重録音とかしたりとかして、旅動画とかね、は作ってましたね。まあ僕のチャンネルは、主にガジェット系を扱っているので、完全にね、レッドオーシャンですよ。まあでもね、いいんです。収益化することでお金が入ってくるのは嬉しいんですけど、まあそこばっかりに着目しちゃってね、まあ、自分らしくない動画っていうのが溢れちゃうと、ちょっとそれはね、これやってる意味がないので、まあそこはいいかな。自分が好きなことを好きな風にやるっていうのが、まあそもそもの最初なので、それはいいと思ってます。で、まあなのでね、最新ガジェットを扱うばっかりじゃなくて、まあそのガジェットがある生活みたいな感じの動画が作れたらいいなっていうふうには思いますね。ということで、まあこれからもね、もしかしたらあまり需要がないね、自分本位の動画が多くなるかちょっとわかんないですけど、まあそんな感じです。はい。で、一つだけね、問題があるとすれば、まあ顔出しですね。はい。まあ今顔隠してますけど、顔出しした方がね、楽なんですよ、正直いろんなことが。いや、もう動画の撮影スタイルも変わるし、まあ、当然ブログなんかね、Vlog なんか撮れない。まあ、撮ってもいいけど、やりにくいですよね。まあ、でもね、できない理由がね、あるんです。はい。多分ね、子供に絶縁されると思いますね。はい。やっぱり、まだ子供ね、学生だったりするので、お前の父ちゃん YouTuber かよ、みたいな、まあ、YouTuber ではないんですけど、まあ、そういうね、ことを避けるためにも、今は顔出ししてないという感じですね。まあなんですけどね、僕を知ってる、まあリアルで知ってる人から見れば、まあこれ見ればね、僕だってすぐわかるし、まあそもそも論ですけど、ツイッターのアイコンとか、それからインスタのアイコンは顔出ししてるので、あんま意味ないっちゃ意味ないかもしれないですね。まあこの辺は緩くね、まあ顔出しする機会が来るかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあそもそも、おっさんなんで、誰にもこれ顔出ししてもメリットがないと思ってます。はい。まあ、実際にね、やってみてどうかってとこなんですけど、まあ、視聴者の皆さんからの、リアクション、まあ、コメントですよね、は、めちゃくちゃね、嬉しいです。本当に嬉しいです。自分の作った動画がね、わかりやすかったよとか、ためになったよっていうことでコメントいただくこともありますし、これも本当に非常に素直に嬉しいです。まあ、一方ね、まあ、ダメ出しじゃないですけど、いろいろ指摘していただける方もいて、これもね、ありがたいんですよね。やっぱそこが改善になるので、ね、ノーリアクションっていうのがもう非常に怖くてですね、もう本当にコメントをガンガンいただけたら本当に嬉しいです。やっぱりね、アウトプットしてね、良かったなというふうに思います。で、日々ね、やっぱり撮影技術とか編集技術を上げていきたいなというふうには思ってます。自分のチャンネルの一番のファンは、まあ、自分ね、僕でいたいなというふうにも思ってますね。やっぱり、こういう動画にしたいとか、ああいう動画にしたいって思いがあって作ってるので、まあ、その動画に近づけば近づくほど、僕は僕のチャンネルが好きっていう、まあ、ナルシストではないんですけど、まあ、そうじゃないとやっぱりダメなんだろうなというふうに思いました。もう今はね、やっぱり YouTube 始める人も多くて、まあ、僕自身もそうなんですけど、まあ、多くのね、若い世代の人たちが YouTube で活躍してますよね。で、僕は50歳にもうなろうとしていて、まあ、社会人で言ったら、まあ、ぶっちゃけね、ベテランだっていうふうには認識してるんですけど、
YouTube の世界では、まあ、新人みたいなもんですよね。なのでまあ若い人たちの活躍見ながら学べることめちゃくちゃあるので、まあそういったところは学んで、僕なりのね動画の質を上げていこうというふうに本当に毎日日々思ってます。まあただね、あの動画を作る時間とかシナリオを考えたりするためにこの部屋に結構ね閉じこもってるんですよ最近。まあそうすると、まあ、家族にはちょっとばかりね、まあ、ご迷惑をおかけしているというふうには反省しております。ということで、まあ50歳になる年に YouTube にチャレンジしたよっていう動画でした。まあ何歳になってもねチャレンジすることは楽しいし、まあ、新しい世界がわーって広がっていくので、まあ、これからもねチャレンジしていきたいというふうには思っています。ということでこんなチャンネルでございますが、よろしければチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。次からまたガジェット系に戻るはずです。はい、ということでさよなら。